はい、5月30日です。知床領有船、最後のお話になると思います。まずね、海底に沈んでる写真ありましたよね。やっぱあれが偽物ですよね。合成地が作られた写真ですね。よく見てるとやっぱそんな気がしますね。船首の部分の汚れとかね、そういうのないし、船よけっていうか波よけのね、ところをね、ブルーの線が入ってるじゃないですか。あれもね、入ってるようで入ってないっていうかね、よく見えないけど。だからあれ偽物の写真ですね。で、もう本物は笹原俊氏の言うようにね、バラバラになってるのかもしれないし、乗客のね、スマホはね、もうできる限り回収されてますね。変にね、事故当時の動画を撮られた、みんな写真撮ってるじゃないですか、一生懸命な海岸をね。だから、方向を変えればさ、事故の関係のね、写真を写るわけですね、動画は。それで、港に着く前の日の、夜12時までね、深夜作業をしたと。だけど、サルベージでさ、夜中に深夜作業なんかね、するはずないんですよね。危険だから。で、何したってかというと、同じ型式の船を、その製造、造船所から持ってきてね、売れ残ってるやつとかあるじゃないですか。それを持ってきて、現場で沈めてたんですよね。沈めるって言っても、その船を半分だけとかね、上の、下の部分だけ沈めてたわけですよ。それでさもさ、夜中に引き上げたとかね、そういう感じにしてたわけですよね。だから、細かいディテールの部分が、カズワンとは違うわけですよね。そのオプションとかいろいろあったりもするし。それでまずいんで、ブルーシートでさ、もう、包み込むように何も見えないようにしたわけじゃないですか。で、遊覧船のね、社長に立ち会いにさせるとか言うけど、今回の作業は全部自衛隊主導でやってるんで、社長にもね、もうこれは国防関係の、重要なことなんで、一切口外しないように、その代わり、会社に対しては、後々、政府も便宜を図るからということで丸め込まれてると。まあ、そうだと思いますけど。終わります。ありがとうございました。